はい、皆さんこんにちは、麻酔山です。今日もね、シノブイに関することをお伝えしていきたいと思っております。ところでなんですけどね、皆さんはね、シノブイでね、大きな音をね、出そうと思った時、どういった、考えといいますかね、思いといいますかね、ってことでやっていらっしゃるでしょうかね。はい、多分ね、こう力を入れてとかね、目いっぱいとかね、勢いよくなんで、ね、そんなような感じでやっていらっしゃるんじゃないかと思うんですけどね、どうでしょうかね。ところがね、私からすればね、これがね、大きな間違いなんですね。はい、先ほど言ったことね、例えば勢いよくとかね、力いっぱいとかね、これはこれでね、そんなに間違いではないですけどね、でも必要以上にはいらないんですね。というのはですね、このようにね、白ブイはね、尺八と違ってね、細いですよね。ここにちょっとまた私の持って尺八がありますけどね、この白ブイの場合はね、たったこの歌口周りでね、これが20ミリ、ちょっとその前後ですよね。そして太い忍びがあったとしてもね、これはだいたい25ミリぐらいがもう限度でね、それ以上になると体感が出にくくなってしまいますのでね、そんなに太いわけじゃないですね。で、中の筒の中ですね、これなどはもう16、7ミリかな、そのぐらいになって細いですね。ですからね、大きな音を出そうと思ってね、あまり勢いよく吹いてしまうとね、音が溢れちゃうんですね。で、その結果ですね、どうなるかというと、かすれたりね、あるいは上ずったような音とかね、あとはね、音にはならないでね、あまり強く吹きすぎるもんですから、自分自身がね、なんていうんでしょう、酸欠状態になったりね、この口とか唇、この力が入っちゃってもう疲れてすくってかね、しびれてくるとかね、歯が浮いてしまうってね、そんなことを言う人も言いますけどね、実際ね、そういったことはね、ほとんどと言いますかね、そんなに力入れてね、目いっぱい吹く必要はないんですね。軽く吹いた方が逆になるんですね。はい、例えば先ほどお見せしましたね、尺八であってますよ。はい、でかなり忍びから比べれば太いですけどね、そんなんってこんなに息が必要ないんですね。で、息を強く吹くが吹くほどならなくなるのがこの尺八も同じなんですね。例えばこういった尺八の一番低い音というかね、ローになりますけども、ね、太いからつってそんなに息が必要かというとね、必要ないですね。逆に力を入れるともう音が上がってしまったりね、音程が外れてしまったりね、そういったことなんですね。で、軽く、この程度になるんですね。尺八の一番低い音ですよ。ね、忍びの場合もそれよりもっと息がいらないわけですからね。ですから私はもともと尺八吹きでしたけども、忍びはね、丸息でも楽でね、遊んでるような感覚の息の使い方になってしまいますからね。それも一つ、慣れということもあるでしょうけどね。そこでなんですけどね、例えばローンの6の音ね、これでやってみたいと思うんですけども、もう限界ですよね。もっとそれ以上の音で吹いてって言われても、もう息がね、吹いから溢れてしまってね、逆に音にならないんですね。ですからね、大切なことは自分でどのくらいの息の量を吹くっていうか吐いていけば、全体的なこの響きの音になって、なんていうんでしょうね、
限界を知るってことですよね。例えば今言ったようにね、これ以上無理ですからね。これ以上吹くとこうなっちゃいますかね。あるいは口が閉まっていって、もう倍音の、なってしまいますのでね。なるともうほとんど息がいらないですね。音を出そうとするともう逆に出なくなってしまう。まあそういったことなんですね。で、なんでしょう。一番高い、第1巻の高低もね、やはり同じなんですね。まあこれ以上はもう思い切りやったとしても、息を出したとしてももう音にならないんですね、はい、ですからね、やはりこの限界はね、の音は高さはどのくらいかっていうことなんですね。息の量はどのくらい使えばいいかっていうことをまず知るってことが大切じゃないかと思うんですね。ところがほとんどの方もね、まあメロディを吹くために指を動かすのが忙しくなってしまって、そういうことはほとんど意識をしないでやってしまったのが普通じゃないかと思うんですね。ですからどのくらいの、まあ、息の量を使えば限界になるかとかね、あと力はね、まあ、ほとんどいらないと思うんですけどね、この第1巻の音であってもね、もう慣れてしまえばね、簡単に出てしまいますからね。まあ出てしまうはずなんですね。下に行くほど息はね、いらなくなってきますね。指輪を開ければ開けるほど息の量は多くの必要になりますけども、でもね、ほんなに、ね、息の量っていうかね、なんていうんでしょうね、必要性がないっていうかね、ですのでね、まあ強くっていうかね、思い切り吹けば吹くほど、まあ、ならなくなるっていうことですね。ですから皆さんにはぜひね、最初の、まあ、ローンの音でもいいですから、どのくらいの、まあ、息の量ですね、それをやることによって、この忍び全体から音が響いてくるかっていう、その感覚をね、まず掴んでいただければと思うんですね。で、その範囲内であとは、いろいろな曲を演奏すればね、十分にね、その、音をね、ボリューム感っては取れるわけなんですね。はい、まあ、そんなことでね、今回はですね、口や唇に力を入れて思い切り吹けばですね、大きな音が出るっていうね、それの間違いですかね、それについてお伝えします。はい、ぜひね、軽く吹いて試してください。そんなことです。